皆さんこんにちは。 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはゴルフの基本部分グリップについてレッスンをしていきます。このグリップはですねゴルフのスイングを作っていく上で非常に重要な部分になってきます。グリップが間違ってしまえば正しいスイングを作ることが難しくなってきます。はい、まず正しいグリップを見てください。正面から見るとこんな形、裏の部分はこういう形で握っています。はい、この形ですね。グリップ最初正しく握ろうとすると、どうしてもですね握りにくい方多いと思いますが、この形でしっかりと覚えていくと、スイングがきっちりと作れますので頑張っていきましょう。まずチェックしていただきたいポイント1つ目はですね、左手の小指の裏の部分、ここの裏の部分に隙間が空いていないかどうかチェックをしてください。このパターンは NG なグリップです。正しいグリップはここの小指の裏部分ですね、ここの部分がくっついて密着している、これが正しいグリップになります。これが1つ目のチェック項目です。はい、これが正しいグリップなんですけども、ここに隙間が空いてしまうとトップの時点でヘッドが落ちてしまい、ここが動いてしまうので、トップのこの形が、毎回ですね同じ形にならないということが言えますので、この裏側を密着させるということですね、きっちりと覚えていきましょう。またグローブのこの辺りですね、左手の手のひら辺りが破れる方、この小指が空いているケースが多いので一度チェックをしてみてください。はい、それでは2つ目のチェック項目に入っていきます。2つ目のチェック項目は左手の親指と人差し指の付け根部分をくっつけるということです。この部分をくっつけておく、これが正しいグリップなんですけども、 NG なグリップはこのように付け根が開いている状態で握ってしまう、このグリップは NG です。正しいグリップはこのこちら付け根をくっつける、これが正しい形になります。この付け根をくっつける理由といたしましても、これもバックスイングですね、スイングの途中でこのクラブを支えやすく、この部位でクラブを支えていくんですけども、ここが支えれるようにここの付け根をくっつけています。ここが開いてしまうと、ここからストンとこういうふうにクラブが落ちてしまって、またスイングの乱れが出てしまいますので、この付け根部分をくっつけるということも覚えておいてください。はい、3つ目のチェック項目は親指のポジションです。このグリップのどのポジションに親指を乗せていくべきかというところをちょっと説明をしていきます。このグリップのですねセンターのマークがここに入っていますが、このセンターよりも親指は右側にセットをしていきます。基準ラインとしては左手の爪の左側の側面ですね、生え際をセンターラインに合わせていくようなイメージで握ってみてください。これをすると正しいグリップが作られます。 NG なグリップは親指がこちらにずれていってしまったりとか、逆に親指が大きくこちらに入りすぎてしまうと、バックスイングの途中にフェイスを開いてしまう動きであったりとか、インパクトでフェイスを閉じようとする動きが強くなってしまうので、この親指のポジションもしっかりとチェックをしていきましょう。3つのチェック項目お話ししましたが、親指のポジションをこのように右にして付け根部分をくっつけることで、この左手甲の向きのラインももう勝手に決まってきます。なのでこの辺はしっかりとこの3つのチェック項目は押さえて覚えておいてください。右手の1つ目のチェック項目、親指のポジションです。これは先ほどと逆で、グリップのこのセンターに対して右手の親指は左側に来るということ、これをしっかりと作ってください。これもですね、右手は右の爪の生え際のこの辺り側面部分をグリップのセンターに合わせるという意識を持って握ってみてください。こうすることで両手の一体感が作られます。またこのスイング中に無駄なフェイスのローテーションをする必要もなくなってきますので、ぜひ覚えてください。 NG なグリップといたしましては、下からこのように握りすぎてしまう方結構多いんですが、こういうふうに握ってしまうとこちらに対する可動域が増えてしまい、フェイス面がインパクトの時に閉じやすくなってしまって、フックやスライスが大きく出てしまいます。逆にこちらから上からかぶせすぎるとバックスイングの時にフェイス面が開いてしまって、そのままインパクトを迎えればスライスをしてしまうという傾向になってしまいますので、このポジションもしっかりと覚えておいてください。はい、5つ目のチェック項目は、右手も同様親指と人差し指の付け根をくっつける、この形でグリップを作っていくということです。このポジションもしっかりと覚えておいてください。このようにします。ここも同様で、ここが離れているとスイング中にここが空間ができてしまってズレが発生してしまうということです。この NG なグリップと正しいグリップですね、しっかりとこの5つの項目覚えてください。正しいグリップを作ることでスイングの癖がですね出にくくなってきます。どうしてもスイング中に直そうと思っても治らない癖っていうのが皆さんあると思います。ここはですね、実際にスイング中に意識をしていただいても治るケースもありますが、意外とこのグリップを正しくすることでその自分の悪い癖っていうのがですね、スッと治ることもあります。ぜひですねこのグリップを一度見直していただいて正しいスイングを作っていきましょう。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。